長岡天神駅は京都府長岡京市天神一丁目にある阪急電鉄京都本線の駅。駅番号は HK-77。島式ホームに面に温線を持つ対比設備を備えた地上駅で阪急電鉄発の京上駅舎を有している。出入り口は東西双方にある。東側で入口には上下エスカレーターが設置されているが西側は 上りエスカレーターのみの設置である。エレベーターは東西双方の出入り口に設置されている。改札口は一箇所のみ。以前は通過列車も多かったが現行ダイヤでは、と休日に運行される。快速特急 A、快速特急を除きすべての定期旅客列車が停車する。駅北側に渡り線があり2013年12月20日まで、平日朝と、と休日夜に、 河原町方面からの終着列車が設定されていた。現在は地震、台風等の区間運転見合わせが発生した際、当駅での折り返し運転に使われる。また、朝には当駅始発の京都河原町行き普通が1本。平日の早朝に当駅始発の大阪梅田行き快速が2本設定されている。対比線を備えているが日中時間帯の緩急接続は行われない。 これは、前後の特急停車駅である、桂駅、高槻市駅でともに、環急接続を行っているからである。それ以外の時間帯については、環急接続を行う。駅の高架化計画がある。内側2線が、主本線、外側2線が、対比線である。2019年度の1日平均乗降人員は3708万人で、ある。近年の1日平均乗降、 乗車人員は、下記の通り。長岡京市内の駅であるが、長岡京の中心であった、大局電や、大里跡へは、隣の向こう市内にある西向こう駅が近い。阪急長岡天神阪急バス阪急、長岡天神南阪急バス。ありがとうございます。